参上雷調査隊イエイお台場 TV から見ている方も、うん、時空 TV から見ている方も、はい、赤坂 TV から見ている方も、ね、全国ネットカフェ自由空間から見ている方も、そしてその他、うん、ユーストリームから見ている全世界の皆さん、こんにちは。こんにちは。みなり調査隊でーす。みなり調査隊の時間がやってきました。はい、この番組は東京の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。ユーストリームを使いまして全世界にお届けいたします。生放送の参加型番組です。やったー。はい、この番組1時間生放送でお送りさせていただいております、うん、チャット、ツイッターでの参加どしどしお待ちしております。チャットの方ですと、はい、ユーストリームさんご登録していただきますと、うん、すぐにご参加いただけま す, そうです、ね、ツイッターの方ですと ね, ねコメントの後に、うん、アットマーク時空 TV アットマーク JIQOTV なんかムツゴロウさんみたいはい、コメント欄に立っていただきますとツイッターでの参加もできますので、ぜひとも1時間我々に絡んでください。よろしくお願いします。お願いします。いやー、はい、やってまいりましたね、この雷調査隊。とうとうやってまいりました。とうとうやってきました、ね、すごいですよ。もうほら皆さんゴールデンウィークじゃないですか、うん、今黄金週間、うん、ね、いかがですか、なんか予定あります？お前ら、お前らあえてさ上から目線並んで言ってうん、そうですね、うん、まあ家でゴロゴロしましょう。あら、家でゴロゴロしましょう。あっちゃんはインドア派だもんね。そうですね、うん、家に入れればいいっていう。なるほどね、僕も一緒ですね、うんうん、僕もね、家に入れればいいんであんまり出たくない。美味しいじゃん。ほんまに結構出てるイメージ、うん、確かに出てません。嘘だ、結構出てますよね。あのね、嫌なんですよ、なんか本当は、うん、正直人があんま嫌です。ちょっと人間以来オープニング初めて知りましたよ。人混みが嫌なんですよ。ああ、そりゃ、うん、いますよね。そうそう、しんちゃんは？私もあんまり出へんね。ああ、うん、確かに。なんかインドアってお顔をされてるもん、ね、お顔ねどういう、あっちゃんどっちかというとアウトドアってかお顔をされてるけど、意外とね、あのインドア、ね、そうなんです、家でゴロゴロ、インドアの集まりやね。基本ネクラの集まりで、ネクラの集まりでしたですけどもね。お願いします。はい、さあ、早速ね、もう自己紹介いきましょう。行きましょう。はい、皆さんこんばんは。あ、こんばんは。こんにちは。はい、生放送なんでね。こんにちは。どうですか、ゴールデンウィークは皆さんいかがお過ごしですか。うんうん、もう本当にね、浅草とかすごかったよ。いやいやいや、人すごいね、半端ないね。進まないんですよ、前に。進まない、進まない。多分どこもそうだと思いますよ。ね、まあいいことじゃないですかね。うん、はい、そんなこんなで、私がこの雷調査隊の隊長を務めさせていただいております。待ってる。カメラアップ待ってるよ。はい、クマちゃんこと、クマちゃんこと、クマちゃんこと、クマが雄大です。皆さんよろしくお願いしまーす。あ、いいですね。どうぞ。すごいですね、のけからね、さっぱりしたね。え、ちょ、髪切った、あれか、コマちゃん髪切ったって言ってますよ。髪切りましたよね、この人全然気づいてくんないんですよ。いやあのね、それでもね、お前らはね、役者かって俺は思いましたよ。観察力がなさすぎるタイプ。違う全然人のことを見てない。なんかね、あのね、手相の本読んでて、リアルです、それは。ほんとだね、言ってみながらさ、こんたりさ、ダメですね。もう役者をやりましょう、ね、いやでもね、わかりますよ、でもわかりますよ。何が、え、わかるでしょ、これ全然。わかります、わかります。めちゃくちゃ分かったぜ、ね、どっちがいい、どっちがいい、どっちがいい、あっちゃん。やっぱ短髪ですね。やっぱりね、男は短髪ですよ、うん、そうですね。はい、じゃあね、はい、やってくれやってくれ。雷調査隊新人隊員のあっちゃんこと、デリバリーこと、田中敦子です。よろしくお願いします。言いにくいみたいな思っちゃいましたけどね。はい、はい、いかがですか、あっちゃん、元気ですか。元気です。嘘、あれ来た、なんで。そうですね、これなんで、まあ、ちょっと諸事情で、うん、もう私のところに届かないということで。え、なかったの。いや、ありますけど、うん、届かないんです。え、届かない、どういうこと、はい、私の元に届かない、はい、どういうことですか、それは。ちょっといろいろあるんよね。
でもせっかくあれ言語さんこうそ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 う、ね、けてくるダメなんじゃないのこれ。ちょっと今日はちょっといつから切んのよ。ちょっとそれはまず言えない。言えないの？なんで？いや本当私も謎です。これはもう本当に私も謎です。誰が分かってんのよっていう、うん、でも絶対切るんで、ちょっと言語さん本当に今日は本当に申し訳ないです。今日もでしょ。今日も。今日はじゃない。今日も。大丈夫。はい。ちゃんとしよう。そこちゃんとしようよ。ね。でも絶対切るんで、本当に。本当に。すいません。そうだよ。はい。あれ、あ、違うか。はい、違う。はい。はい。ということで、おしんを自己紹介させていただきます。雷調査隊、ね、おしんこと、おっしゃ。しんちゃんこと、しんちゃん。はい。山本しんいちと申します。本日も1時間よろしくお願いいたします。イェーイ。イェーイ。ほっていうかね、早速ね、うん、もうめちゃくちゃたくさんの方入ってきていただいてるんでね、そうなんですよ、はい、読み上げてください。いきましょう。はい、ツイッターもあ、おー、はい、ありがとうございます。チャッタさんのお名前申し上げていただけますか。トミさん、こんにちは。トミさん、ありがとうございます。あと、オンダラケさんも。あ、オンダラケさん、始まる前から入っていただいてありがとうございます。コニーさん、嬉しいですね。こんにちは。カタ1102さん、こんにちは。カタさん、あと、ゲンくんさん、ゲンくんさん、こんにちは。じゃあ、そして、そしてツイッターは、アキローさん、アキローさん、はい、そしてね、トーミンさん、オンダラケさん、もうツイッターからツイッターで入っていただいておりますよ。ありがとうございます。いいす、ね、じゃあ、読み上げていきましょう。お、また入ってきていただけますか。はい、あ、レッドコメントマックスさん、赤井水星さん、こんにちは。赤井水星さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ちょっといっぱいあって、はい、読んでいきましょうかね。すごい、書いていただき、めっちゃ嬉しい、ね、めっちゃ嬉しいんでね。ほい、はい、おしんのつぶやきで慌てて見始めた。コニーさん、やった、ありがとうございます。トミさん、ヤッフー。コニーさん、相槌適当。あっちゃんね、え、私ですか。え、トミさん、相変わらず適当。大丈夫、大丈夫ですよ。どうだ、なんで私入れたんですか。いやー、ゲンクさん、本日18歳になりました。おめでとうございます。ゲンクさん、おめでとうございます。すごい、おめでとうございます。すごい、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ね、18歳、若いな。若いか、ね、若いな。ね、できるね。あ、18歳になったから。よし。相変わらず適当な体調の、振り。あれ、くまちゃん髪切った、ほらね、ほら、肩さんとかね、こうやってね、ほら、ね、カメラを通しても気づいていただけるんですよ。うん、これは本当ね。これは。でも気づいた。いやいや、気づきますよ。体調だから気づかなかったと。トミさん、デリタだか。そして、あっちゃん、そろそろ新人の息出てきたね。これいい意味ですか。いい意味だ。うん、ね、トミさん、ヤホー。こんにちは。こんにちは。こんにちは。赤井先生、参上です。うおー、たくさん声で入っていただきますけどね。ツイッターも読んでみましょうかね。はい、うん、あっちゃん、新人。そうですよ。あ、じゃ新人。そうですよ。そうね。新人ですよ。おしんさん、MC いいね。いいね。ありがとうございます。パチ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 。おお、あきろさんもね、はい。こんにちは。あきろさん、おめでとうございます。おめでとうございます。嬉しいね。いいね、こういうの。そう、この番組、1時間本当に冒頭でもお伝えさせていただきました。生放送でお送りしておりますので、ぜひともチャット、ツイッターでの参加していただけると、もっと楽しんでいただけると思います。言ってる間に、はい、もう一人増えましたよ。ですね、チャーミング、エスチャーミング違うかな、エッチミ、なんだろう、これはキャ、なんだろう、スケミング、スケミングさん。スケミング違った、カッキャットさん、スケミングキャットさんですね。ありがとうございます。もしね、呼び方が違うようでしたら、また書いていただいてもよろしいですかね。よろしくお願いいたします。今は三方と高松で行われている試食の祭りと B 級グルメ屋台村にいます。そうね、B 級グルメ屋台にいながら、こうやって雷調査隊をね、やったー、いただけるっていうこのね、嬉しいですよ、皆さん、はい、この番組 iPhone、 すごいですね、スマートフォンの方でもご覧いただけますので、うん、そうですね、はい、パソコンがお持ちでなくても大丈夫ですよ。はい、トーミーさん、ざっくりお仕事中です。本当ですか、ありがとうございます。ゴールデンウィーク、本当ですかって、なんか嬉しいなと思って、なんかお仕事中だね、こう
を見てくれる方が誰その疑いの目を本当ですか本当ですか出ちゃったさあそんなこんなねこれゴールデンウィーク中にもね、うん、ちゃんとおはがき来てますよほらやったーおはがき来てますよはいおはがきのコーナーですねはいよあ、雷調査隊様へちゃんと書いてありますよ、はいはい、あ今日はですねあ今日すごいですねなんかね四国とかの人が結構多いのかな、うんうん、今日は徳島おおから徳島さんはい徳島さん徳島のねなるちゃんからなるちゃんはいから来ておりますありがとうございます、雷調査隊の皆様こんにちはこんにちは、いつも、楽しく、拝見させていただいておりますおおお、私はこの4月で、あ親の都合で転校しました、うんうんうん、中学生の方かな、うん、そうですね14歳で書いてありますね、うん、はい。でもなかなか、クラスで馴染みません、うん、1ヶ月経ちましたが馴染みません、うん最近そっか4月のちょうど ね、 あのね日付もちゃんと書いてありますよ4月の30日はとうとう靴を隠されてしまいました、やばい結構深刻ですよどうしたらいいんでしょうかね、まあ、いじめかなこれはですよね、うん、どうしたらいいんでしょうか雷調査隊の皆さんも助けてください、よろしくお願いしますということでねされるそう結構ちょっと思った以上にね、真剣なお悩み相談だったからちょっとびっくりしたけど、うん、そうですね、まあ、こうやって流行ってますよこうやってねいじめ問題とかねどうですか靴隠される靴隠されるっていうよりもなんかなかなかね、うんうん、ああかわいそうだな、うん、なんか無視もされますって書いてあるからさ、うんかわいそうどうしたらいいのかなっていう真剣に悩んでますねなるちゃんはねなるちゃんさん、うん、いやでも自分から行かなきゃダメですよね多分きっとそういう子って、はい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 、多分こうああ多分こうシュンってなっちゃってるんでしょうねもうそれであもう空気がもうシュンってなっちゃってる、うん、だからそうやって何そうでなんか自分からねやっぱなんか起こさないと絶対その場は変わんないじゃないですかああ、うん、なんだろうなんかそのモノマネやったらいかがですかねいきなりいいですね急に、うんうんうん、おはようみたいなうわないだけじゃない違うこれね僕もねだいぶね、うん、学生時代はね助かってましたよ。じゃあこれあれじゃないですか？そうですね。ありこれわあどっかくまちゃん最高最高。俺もねもう本当に何、うん、その前モノマネする前の日はさあの本当体育のさ服にねあのすごい何大きいおかずと給食とかいろいろなんかついてたんだけどさあとなんかね画鋲とか入ってたんだけどさ。もうそれした瞬間も地味ねって言った瞬間にドッカーンってめっちゃ最高ってなった地味ねすごい思った以上にダークネタやからさあんまり乗っていいんかどうかなんでいいよいいよでもきっとそうだと思いますなんかそういうモノマネはいいですよなんかないの、うん、どういうことまあでもねあのね、うん、なんて言ったらいいんやろ痛みがね多分きっとすごく誰よりも分かられる、うん方だと思うんで、はいはい、すごいねそれってめっちゃいいことやと思うから、うん、それ自体をめっちゃなんか大好きになってもらってそんな自分が素敵って思ったら、うん、もっと胸張っていけると思う、うんうん、じゃあ多分仲良くなれると思うよああなるほどね自信もちゃんとねはい自信、うん、ああ自分に自信を持つっていうそう自分を好きになっていっちゃったら絶対いけるよ、うんうん、絶対いけるよ、うん、そうだね、まあ、転校してきたばっかりだしねうん、うんやっぱね環境の変化とかってねちょっと不安な気持ちになったりするもんね、うん、そうだね、あっちゃんひどいトミーさんがさっきのほうね嘘だねそういう嘘だじゃないですか昨日ラジオ祭りに行って、じゃんけん大会に勝ち抜きポケットラジオをもらいましたすごいじゃんけん大会ってあるんですね強いですねラジオ祭りラジオ祭り、うん、すごいねトーミンさん、さっきのおはがきの子ですね、うんはい、首謀者をとっ捕まえて縛りましょうそうですね、そういう手もありますねそういう手もありますねくまちゃんかっこいいくまちゃんキャラでいけば OK そうですね、うん、そういやでもきっとそうなのかもしれないですねなんかそういう、なんかなんだろういじめられてる人はそういう、あれ、なってるからそういう雰囲気で多分見た目だけでやられてるからクマちゃんみたいに急にボーンってなったらもう、ね、こいつこういうキャラなのかってなってクマちゃんキャラだったんだけどあの大きいおかずとかあの画鋲とか、うん、あのほんまになんか笑いに持っていかれるって思ったんじゃないもうそれすらああ確かになんかこいつはしてくれるでちょっとダークなところから抜けて
隊長。意地悪した人が後悔するような優しい人になってみては。ああ、いいこと言いますね、元君さん。そうやんね、そうですね、もうね、そういうね、意地悪したやつらに負けるな、ほんと、ルナちゃんね。うん、うん、ちょっとチャットをちょっと、あ、ツイッター見てみましょうか。あっちゃん、隊長ネックレス何か、なんかいいですね。ありがとうございます。今日も735人とはすごい。おー、嬉しい。あっちゃん、自分の発言噛み締めないと。ほら、ゲンコスさんをこう入っていただきますよ。ほら、あっちゃん、可愛くなったんじゃないって。うん。大輝さん、ほんとですか？あきろさん、おう、皆さん、いいところね、いいこと言うね、コンプレックスも個性です。うん、そうですね。そうそうそう。ほんとね、コンプレックスってすごい個性なんよね。そうですね、ね、裏を返してみればね。そう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 、うん、推しもやっとこの世界来て分かったもん。嘘、ほんまに。え、そうなの？それまでもう、か、塊、私、ちょっと差が入ってきます。コレオンさん、コレオンさん、こんにちは。あっちゃん、世界一可愛いやって。やったー、嬉しいですね。赤石先生、そんなん。赤石先生、クマちゃんかっこいいって、ほんと嬉しいですよ。おしんわ、おしんわ、おしんもいってるよ。あ、コレオネさんがこんにちは。おーっと言ってる間に、おー。アップされてますね。あ、こんにちは。すごい、今日もね、たくさんこと見てる。今日もね、135人とはすごい。あきろうさんからね、こうやってね、隊長ネックレスなんかいいって言っていただけるじゃないですか。これすごいですよ、これ。僕のネックレス。電話なんですよ。そうなんですよ。しかもこれね、電話ね、何がいいかというか取れるんですよ。かわいい。電話できちゃう。電話取れるんですよ。これで電話できますよ、これ。ほら、できんの？できますよ。やってくださいよ。いいですよ。じゃあ実家の母親に電話しましょう。はい。うん。おお。両方耳やん。あ、もしもし。あ、お母さん。あ、お母さん。お母さん。うん、今雷ちょうど台の、放送なんだけど、チャット入っ、チャット入って。お母さん、お母さん。じゃあ切るよ。じゃあね。よし。はい。どうでした？お母さん見てくださってますか？すごい。しんちゃんイケメン。しんちゃんイケメンだった。元君さんシャレオツ。しんちゃんはイケメンって言われて嬉しいの？気持ち悪い以外って何でも。なるほど。体調適当すぎ。適当、適当すぎ。はい、はい、すごい、ちょっと冒頭喋りすぎやね、うちら。いやいや、でもね、これね、うん、結局ね、結論はあっちゃん、ちょっと、うなちゃんに結論は、うん、え、結論は、だから自分が、うん、え、結論、うん、この、うん、あー、うん、そうですね、まとめて、まとめて、まとめて、なんてだろうな、うん、やっぱそれ、自分の、うん、あ、まあ、あれ何？コンプレックス？やばい、なんかちょっとポンってなっちゃった。ちょっとちょっと放送事故。さっき自分話しても忘れちゃった。まあね、あの、あきろうさんのね、そうですね、あの言葉も本当にその通りだと思います、もう、あの、自分のコンプレックスっていうのも本当に個性だと思うので、はい、そういうのもね、大事にして、あの、くまちゃんのモノマネっていうのも本当に、まあ、あり、一つの手、ね、いろいろね、試してみるとね、前に頑張ってね、きっと進めるんで、なんかまたね、進展あったら本当、そうです、またおはぎを、うん、ください、ください、よろしくお願いします。ルナちゃん、ありがとうね。お願いします。頑張ってね、ルナちゃんね。はい、ということで、ルナちゃんって女の子ですか？ちなみに女の子なんですかね。いや、それはなんか書いてないんですけど、はい、と言ってる間に、ほう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 、おお、ユンデスさん、ユンデスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。たくさんね、入ってきていただいてますよ、うん、そうですね。さあさあさあ、じゃあ本題に入りましょう。はい、そうですね、はい、早速ね、じゃあちょっとしんちゃん、この番組の趣旨を伝えてください。はい、お伝えさせていただきます。、はい、冒頭でもお伝えさせていただきました、うん、この番組は東京の人、食、歴史、文化、うん、そういったものを調査する情報番組になっております。はい、はい、毎週金曜日、水曜日と金曜日放送させていただいておりますが、うん、金曜日はそちら東京の人食歴史文化にちなんだお店さんであったり、はい、会社さんであったり、いろんな地域を調査させていただいております。ロケですね、うん、はい、その調査報告の方を、うんうん、詳しくまた水曜日にさせていただいております。ということで、ます、はい、先週ね、調査させていただきましたお店さんを本日詳しく調査報告させていただきます。はい、じゃあ、あっちゃん。はい、それでですね、はい、先週行ったお店が麻布十番にありますベストさん、イタリアダイニングバーですね、はいはいはい、に行ってきました、はい、イエイ
イエーイ。そう、麻布十番2週間2週連チャン行きましたね。はい、2週連チャンはね、麻布十番ということで、はい、はい、いかがでした、あっちゃん、ベシタさん、このね、ダイニングバー。いや、初めてイタリア料理を食べたんですけど、はい、あ、そうなの。いや、そうですよ。あら、19年間食べたことなくて、そうなんだ。いや、すごい美味しかったんですよ、でもすごく美味しくて、イタリア、でもイタリア料理って言ったらピザは食べたことないの？そうやんね。ピザは、なんかピザだけど、サイズとか、そう、サイゼリアとかさ、サイゼは食べたことない。若者がすごいいっぱいいるじゃん、サイゼリア。いや、でもなんかやっぱちょっときっと改良されてるじゃないですか。改良されてるとか、改良ってなんだよ、お店の雰囲気とかもね。改良されてるというか、しっかりお店でね、そうです、イタリアの、そう、イタリアって、イタリアイタリアっていうその店に行ったことないから、行ったことないし、いや、もう全然知らないメニューばっかで、はいはいはい、なんかもうそうですね、あの、本当ベッサさんまず入ってお店の雰囲気がすごくね、あの、落ち着いた雰囲気なんですけど、なんて言ったらいいかな、暖炉とかもありましたね。ありましたね。はい、雰囲気いいんですけど、すごくなんか空気はカジュアルな感じで、トイレとかも黒のね、みんなびっくりしてたよね、うちら。あの、綿棒とか爪楊枝とかもちゃんと備え付けてあってさ、ね、すごいやっぱ心配りができる、ね、お店なんじゃないかなって、あの、思いました。はい、おっと、ユンデスさんがこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。とベスタさんね、あの、お店の方を先週のね、はい、アーカイブも残ってるんで、ぜひともチェックはしていただきたいんですが、ですね、ね、先週ちょっとどうしても言い忘れてしまったことがあったんで、ここで補足と付けさせていただきます。はい、風が強い日とかはあれなんですけど、基本的にあのオープンテラス、天気がいい日とか、外側はオープンテラスとして開放されてるそうなので、ぜひともね、天気のいい日とか風が強くない日とかね、行くとまた雰囲気も変わっていいと思いますよ。はい、そうですね。あ、ツイッターでね、げんこつさんが日曜に姫絡みで麻布十番に行くには行ったけどっておっしゃってます。まあ、そうなんですか。自分に自信をつければ気にならなくなるべ。そうですね、さっきほどの、あの、ルナちゃんさんに対してですね、はい、あっちゃんポンコツですか。ポンコツですね。早かったな、今。早かった。あっちゃんショートに挑戦だ。え、髪の毛ですか。髪の毛、うん、そう。おしんさんは健やかです、爽やかです。爽やか。どっちもいいけど、いい、ね、爽やか、爽やかで、爽やか。はい、オッケー、お、ありがとうございます。うん、あ、そうですね、はい、はい、ということで、ベスタさん、はい、最初、我々3人ともドリンクの方をいただきましたね。はいはい、あの、おしんね、サングリア初めて飲んだんですよ。うんうん、あの、赤ワインにフルーツ等を漬け込んだものです。サングリア、サングリア、電気グループの、んそれ、シャングリア。シャングリア。皆さん飲まれたことあります、サングリア。ないですね。ね、本当、おしんもあんまり飲む機会ってなくて、はい、でもすごいワイン、赤ワイン結構苦手だったんですけど、はいはい、すっごくさっぱりしててめちゃくちゃ飲みやすかったです。あっちゃんもなんかオリジナルの、そうだね、そうなんですよ。いちごの、なんだろう、私19歳なんでまだ飲めないんでってことで、はいはいはい、アルコールを入れないで、本当はそれお酒がある、なんかあるんですよ。ちょうどその日のおすすめのドリンクでしたよ。うんうんうん、そうなんですか。そう。ちょっとどこ見てんだよ、俺。どこに目つけてんだよ。ちょっと隠れてんのちゃうの。大丈夫。あ、おっとっと、あれ、あれ、あれ、チャットがちょっといつの間にか消えております。消えてますね。あれで、なんでだ、なんでだ、なんでだ、放送事故になってる。映ってますよね、大丈夫ですか。映ってますよね、大丈夫ですね。チャットがね、うん、ツイッターはね、全然あの見れるんですけども、いいけど、チャットがこう白紙になっちゃったっていうね。はい、まあ、進めましょう、進めましょう、進めましょう。はい、そう、イチゴの果汁っていうか、うん、もう入ってるし、その、うん、なんか、なんていうんですか、マドラーっていうんですかね、うん、はいはい、の、なんか先にイチゴの実がついてて、もう可愛かったんですよ。可愛かった。もうなんか、そういうドリンクをなんか出して
出してもらえねって言ったらあれですけど、絶対私ソフトドリンク、はい、ウーロン茶とかだったんで、あ、そうだね、ノンアルコールのカクテルとかやってもらえる、心配りはすごい嬉しいよね、うんうん、なんかやっぱり未成年でも本当いける、ね、し、で お料理はいかがでした？あ、田舎風パテとか、田舎風パテとかね、もうアボカドと小エビのディップとかね、はい、あれがディップはでも絶対女の子は好きですよね、絶品ですよね、アボカド好きじゃないですか女性はね、本当に、うん、あのベスタさんね、本当にあの雰囲気と本当すごくよくって、はいはい、でも料理の金額、ドリンクの金額等はすごくリーズナブルに抑えていただいております。はいはい、はい、あの放送を見ていただいた方は分かるかもしれないんですけど、その先ほど言いましたね、エビとアボカドのディップの方も550円で、安っ、そう安っとか思って、うん、っあれすっごいなんか皿もでかかったし、なんかそう あれはね、あの頼んだものを一つにこう盛り合わせチックにして、ああそうなんだやってるんだよ、やってるんだよ、でも本当終わった後みんなアボカドだけ食べてたよね、うん、パンになってなくても一生懸命食べてた、美味しかった美味しかった、あとはあとはあとはあとあれですよね、カニのパスタ、うん、カニのパスタね、うん、うん、もうなんかなんだ、お麺がですね、はい、ちょっとなんだろう、普通と違って、はい、なんていうんだ、太麺、太麺、あ、平打ち麺かな、で、すっごいカニに合う麺で、はい、超美味しかったです。あとはあとはあれですよね、ガーリックのあの、いや、指じゃない、エビのエビのね、アヒージョ、アヒージョね、うん、これがまたね、このオイルがあるじゃないですか、ガーリックオイルをこうね、うん、あのバゲットにつけてね、うんうん、美味しかったですよ。あれ最後も、はい、終わった後、雷終わった後も、うんうん、もう飲んでました、ずっと私、ね、飲んでましたよね、エビなかったけど、たね、パンもなかったけど、はい、ずっと飲んでました。はい、ユンネスさんが懐かしいって、うん、さっきのあれじゃない、シャングリラの件じゃないですか。おー、はい、シャングリラ。ゲンクさん、手厳しい。手厳しい。僕はね、君に対しても手厳しいということで。ということはね、うん。厳しいですもんね。はい、あら？あら、これですよ。あ、それですか。はい。あ、これはあれですね。うん。あ、これちょっとさっきのやつ消えちゃってるな。消えちゃってますね、腹減ってきちゃった腹減ってきちゃった、うん、まだお昼まだですか。そうですね、まだお昼まだですか、ね、じゃこれ見ながらでもね、うん、いいんでね、うん、食べながらでもいいですよ、食べながらでも、うん、食べながらでもいいのね、大丈夫ですよ、はい、あっちゃんのね、可愛いお顔を見てね、やった、うん、やったじゃねやった、はい、ベスタさんね、あの、はいはい、店長さんが、あ、オーナーさん、リーさん、はい、はい、リーさん筆頭にスタッフさんもみんないい人、うん、すごい元気があるっていうよりもなんか元気もあるんですけど、すごくなんか穏やかな人らばっかでしたよね。そうですね、うんうんうん、まずそのね、リーさん、うん、社長のリーさんがさ、またすごいね、うん、気さくな人でね、うんうんうん、なんかあの番組が終了した後もさ、そうやってね、あの お客さんにさ、いろいろこう話して、ね、その後何がね、すごかったってね、そのね、ベストさんね、合コンが始まったんですよ。そうなんですよ終わった後に合同コンパが始まったんですよ。始まって、はい、参加しようとか言ってなかった会長違う、参加しようとか言ってません今は言ってませんけど、はい、なんか、うん、あの見とこうよとか言って、言ってましたよね、えれ、ー、で盛り上がりでしたよ、すごい盛り上がってましたよね、はい、うん、本当に合コンでも使えちゃうんですよ。そう、合コンでも気軽にね、こう使えるっていうね、すごいね、見た目はすごい高級感がね、感じるお店なんですけども、うん、全然ね、うん、若いね、大学生っぽい人たちがこうね、うんうん、来ててね、合コンしてたよね、来てました、うん、すごい、本当雰囲気いいんで、そして、雷調査隊を見たで、はい、ね、特典の方またつけていただきました。はい、こちらの方は、まあ、せっかくなのでね、うん、アーカイブの方を見ていただいて、はい、はい、ね、確認していただけると嬉しいかな、ね、と思っております。ツイッターですけど、たくさんありますよ。おうおうおう、ちょっと待ってくださいね、発言はあ、ちょっと待って、一回 見ましょう、ね、暴言すぎ隊長参加してたんでしょ。してませんよ。150円1日の食費です。おお、あ、ちょみさん発言全部やり直し。隊長の、グルメリレポートはヒコマロ超えってね、ありがとうございます。嬉しいです ね, すね。あっちゃん、原宿にデリバリーお願いします。ね、原宿にデリバリー、あっちゃん、暑くなったらトレーナー脱いで T シャツになっていいよ、ほら。ゲンコスさんもこうやっておっしゃってるじゃないですか。はい、アキロさん、ね、サンドリアならあります。心が痛いわ。
いや、私が一番心が痛い。なんでよ、じゃあ早く。いや、ほっ、ちょな、なに、言いなさい、いやいやまあ、そうですね。まあ、どうしたん、今日なんか前二人噛み合ってんのかな。あっちゃんかな。じゃあ、私です。で、私ですよ。あきろうさんがね、サングリアジュースって。あ、お酒好きな人は、ね、サンガリア。サンガリアです。サンガリア。サンガリア。サンガリアって。おじいちゃん。どこに出てるんだよ、マジでよ。マジで、マジでよ。あきろうさんにやられた。はい。あら、また、チャットがですね、調子が悪いですね。白紙になっちゃいますね。白紙になっちゃう、うん。ちょっとね、読み上げれてないものがあるかもしれませんが、そうですね、すみません。懲りずにでも、書いちゃってください。お願いします。はい。ツイッターの方はね、ツイッターなら全然なんか来てますね、ちゃんと。来てます。550円、1日の食費ですってね、うん、コンビさん書いてますけど、しーちゃんは350円かな、1日の食費は。100円、あ、100円かな、100円、ね、おー、食費、あっちゃんが節約。250円だよね。250円、うん、僕は5000円ですけど。わー、絶対何食べてるんですか、それ。毎日5000円も。あの、オマールエビとかさ。うわー、絶対、それこそイタリアン料理行ってみたいな。もう、うん、もうバーっと、うちはもうバーがありますからね、うちの。俺の待って、今ちょっと噛んだ。バーバーバーかけたい。かけましたね、はい、うわー、さすがですね、さすがです、会長ならではのならではの、はい、はいはい、これちょっと原宿にデリバリーはちょっと意味が何ですか。何、原宿にデリバリー、今原宿にいらっしゃるから、原宿にデリバリーっていうことなんじゃない、原宿に来てっていうことなんじゃないですか。あ、そうなんですか。はい、え、原宿で見てくれてるんですかね。戸惑いすぎやろ。おかしくない、どうしたったのよ。おかしい、おかしい、何どうしたの、今日はみんなおかしい。え、ちょっと待って、おしいおかしくないよ。おしい、すごい、835人、やった、すごい、ありがとうございます。なのにおかしいって言われてるもんね。合コンいいな。合コンいいな。合コン行ったことないわ。私もないんですよ。全員ないですよ。ないです。はい、言ってそうって絶対みんな思ってるよね。誰が？隊長。行ってないですよ。行ったことありませんよ、僕、合コンなんて本当に。でも前行ってましたもんね。ね、行ってた、そうそう、行ってたよ。3人で喋った時も、うん、行ったことないっつって。誰もないもんね。そう、誰もないんですよ。春だから。うん、あ、たくさんね、ほら、チャットの、あ、ツイッターでこれ書いてきていただいてますよ。ありがとうございます。ね、嬉しいですよ。ごめんなさい。あら、あー、ちょっと、あ、チャットサーバーへの接続エラーです、だって。わお。うん、おー、ちょっと調子悪いのかもしれないですね。そうですね。今日のあっちゃんみたいにね。はい。大腸嘘つき。トミーさん。全然嘘つかないですよ、僕は。え、そういうあれもなかったですか、そういう、なんだろう、合コンで。お誘いみたいな。お誘いありましたよ。お誘いはありました、うん、ね、なんか芸人のお友達とかさ、おー、芸人さんはそういう好きなので、うん、好きよね、はい、お誘いありましたけど、うん、行かないって言いました、僕は。おお、さすが隊長。え、それ合コンは行くことダメなの、合コン行くこと自体は。そういうことになっちゃうね、うん、あれ多分合コンって名前がわかんねえやと思う。あー、確かに、なんか出会いの場とか出会いの場、出会いの場、あれですよ、飲み会っていう。ああ、飲み会ってね、うん、お友達との。これでございます、こちら見れますか。あ、見れます、はい、見てますよ、見れますよ、ありがとうございます、嬉しいですね、ありがたいことですよ、本当に、ありがとうございます。やっぱちょっとやっぱり、うん、はい、ということなので、うん、あのベスタさんのね、はい、住所の方を申し上げて、はい、お聞きします。そうですね、はい、えっとですね、東京都港区麻布十番にあります、 1-2-1 ですね、はい、ホヌール麻布十番1階です。はい、道的にはうん、どういう道ですか。ですね、はい、5番出口の A 出口を出て、うん、ファミリーマートがあるんですけど、ファミリー道路挟んで向かい側、ね、そうですね、向かい側に、はい、あの麻布ラーメンございますよね、麻布ラーメンのこの隣かな、フレッシュネスバーガー、うん、見えるので出たら、でそれファミリーマートあるので、そのファミリーマートのこの、うん、あのファミリーマートがあって、そこの何て言えばいいんですか、こう入って、なんかちょっと右にチッて、はい、そう、ファミリーマートさんを角にしてすぐ曲がり角が入る道があるんで、入っていただいたらもうすぐ右手に見えてきます。はい、はい、雰囲気のいいお店が、あのおしんブログの方にでも表看板というか、はい、お店の正面の方を撮らせていただいてアップしてるんで、はい、ぜひともそちらも確認していただいて、ね、見ていただけると、はい、いいかなと思います。営業時間がですね、はい、平日は6
18時から朝の4時までです。土日が14時、昼から4時になってます。そうなんです。土日は2時から。2時から。はい、ブランチタイム的な感じで。はい、夜のディナーメニューの方もブランチメニュー的な形でこう食べれる、食べれるの、食べれると、しいですよ、すごく、ユネスさんが体調お願い見るなよっていうのやってほしい。何ですか、何、何、見るなよ。実はですね、僕今、はい、あのホンダさん、あの車のメーカー、うん、バイクのメーカーあるじゃないですか、うん、の、 あのカノジョルノっていう、うん、あのスクーターかな、それのなんかウェブ CM に出てまして、おそれであのちょうどその見るなよって言ってるんですよ、僕。どんな感じで言ってるんですか。髪の毛は濡れた状態でね、こう拭いて彼女に言うみたいな変わった言葉を言ってるんですよ。もうね、俺ね、昨日見ました。それね、実際見たんですけど、ダメダメ、あれ見ちゃダメ。見ちゃう。見よう。あ、じゃあ今から見ますか。ダメダメ。流しますか。なんかね、ジョルノボーイっていうやつが100人の中の一人なんですけど、あ、素晴らしい、すごい。タンクトップ着てこうお風呂上がりみたいな感じ で、女の子がこう見てる、彼女が見てる手 で、 で見るなよっていう。せっかくやからね、いいですよね。いやーあかんの、生放送はあかんの。そうです、はい、おしりさん、ブランチに行くか。あ、行きたい。おたらかさんとね、おたらきさんと、うん、ぜひともお供しますよ。ねえ、お供しますよ。お供しますね。いいね。はい、あら、あ、カメラが落ちましたね。カメラ、カメラが落ちちゃい、あ、マイクが落ちちゃいましたね。マイクが落ちちゃいましたね。はい、誰かアドレス、アドレス、これは、この感じは何て言う、あれ読めない。教えてて、書こうとしたんですね。アドレス、そうなのかな。うちらがバカなんがバレる。あ、そうだね。さらして、さらしてね。はい、皆さん本当にね、なんだっけ、小卒、中卒、高卒だもんね。じゃあ今からおしんちゃんで打ちますね。はい、打ちましょう。上なんだっけ、しんちゃんのアドレス、言わないで。サブリュー、サブリュー、サブリュー、アットマーク、アットマーク、なんだこいつら。おなぎさん大丈夫？全然ね、おかしいよね。え、W、 いいから、もう最低。アットマーク、ちょっと、はい、ということで、TAN、 もう TAN、 あんたら伸ばし、もういいから、もういいから。おしんスマイルみたいな。はい、それツイッターです。はい、振り込まれました。おしんスマイル。はい、ということで、全然お店紹介してる、あんたら。してますよ。ひでかずさん、ひでかずさん、こんにちは。そう、おなぎさんが845人だ。さっき100人ぐらい増えましたよね。ね、いや、隊長の CM のみんなおかしすぎ。みんなおかしすぎ。いやー、あれはね、本当にね、俺、あ、うわー、いやいや、あれ、隊長また爆弾発言。どうですか。ん、あ、しんちゃんのあれ、なんか、あー、アドレスの話。もういい。もう、振らなくていいですよ、そこは。トミさん、バナン振ってくださいね。はい、ということで、ちょっと待ってよ、戻してもいい、はい、はい、はい、あの、ちょっと話ね、戻させていただきます、はい、ちょろっとね、本題に、はい、ベストさん、調査させていただきました、本当にあのすごくいいお店なので、アーカイブの方、ぜひチェックして、はい、ぜひとも遊びに行ってください、本当におすすめなので、特典もあるんで、はい、ぜひぜひ。うん、で、毎週、はいはい、この番組金曜日ですね、はい、あの数珠つなぎという形で調査させていただきました、お店さん、会社さん、数珠つなぎのようにお知り合いのお店、うん、友達のお店、おすすめなお店という形で紹介をさせていただいております、はいはい、紹介していただいたお店の方をまた、来週、翌週の金曜日、ね、ロケをさせていただいております。素晴らしいですね、はいはい、ということで、今週の金曜日、うん、調査させていただくお店の方をこちら、本日ご紹介したいと思います。じゃあ、ズルルルルでーん、ホームさんです。ホームさんですね。ダイニングカフェ、はいですね、はい、大人気カフェホームさん、はい、はい、ですね、じゃあ住所言った方がいいですか。はい、住所言いきましょう。あ、そうだ、 URL が、はい、
ありますか下にあれ今日出てないかもしれない。今日出てないですかね。出ますかね。今ちょっとホームページ、はい、ホームページの方ちょっと、はい、ホームさんのねホームページをね拝見、はい、しておりますわ。素晴らしいですよ。またオシャンティーなところに行っちゃいます。あ、ちょっと待って、出ましたね。はい、 URL 貼ってありますね。はい、 URL ホームさんのね、ホームさんのホームだけに、ホームだけに、ホームページを今見てますけど、ね、おー、うまい、やったー、うまいね。なんだ、レベル低くない？ちょっと、イエーイ。進めてさあ、ということで、ホームさん、今週、はい、そうですね、ベッサさんからご紹介で、ホームさん、どこにあるんですかね、やっちゃん、ここは。ね、はい、じゃあ、表参道ですね。おしゃれですね。またおしゃれなところに行きますよ。おもさんですよ、おもさん。おもさん、おもさん。ですね、あ、そうですね。住所は神宮前ですね。そうですね、はい、これはあれをちょっと読んでみてください。今僕がちょっと探して、ね、あ、住所読んじゃってみて、はい、読みましょう。はい、ですね、東京都渋谷区ですね、はい、うん、なんなんですか。神宮前だ。お前神宮前も知らねえの？お前ちゃんと今小浦さんが神宮前に行ったのにちょっと、あ、さすが小卒だね。ちょっと読みますよ、10分前ですよね、はい、この11の1ですね、はい、JR 原宿駅、はい、明治神あれ神宮前出口徒歩7分です。徒歩7分、そして、うん、そして、うん、その他の駅でも行けるんですよね。東京メトロ、はい、表参道駅だと、はい、A の1出口を出て徒歩3分ですね。おうおう、うん、で、それで東京メトロ明治神宮前駅だと、はい、4番出口を徒歩3分ですね。じゃあ明治神宮駅の方か表参道の方ですね。だと徒歩3分ですね。はい、うん、あ、トービーさんが本当今日はひどいよみんなって。みんなだってみんなだみんな。はい、はい、お、はい、ホームさん、表参道、参道初、うん、四季春祭のはイタリアン、はい、はい、イタリアンだ、はい、原宿表参道森の中の一軒家カフェだって。一軒家カフェ、パスタ、オリーブ、モッツァレラチーズ、うん、プロシュートなどイタリア南部から直送されるイタリアン食材と築地から毎日仕入れる旬の和食材を使った表参道初はイタリアン、緑に囲まれた空間で気の合う仲間と心地よい時間を、和イタリアン、和イタリアンですよ。和の食材を使ったイタリアンだ、そうですね、またパスタ、オリーブ、モッツァレラチーズ、プロシュートはイタリアなんだけれども、その他のね、うん、あの和食材は築地からっていう、なんともこの豪華なさ、すごい、ね、イタリアと築地ですよ。考えられないですね。考えられないですよ。素晴らしいですね。ちょっとメニューも見てみましょうかね、うんうんうん、はい、メニュー、メニューは、あ、 こっちですね。あ、はい、メニュー見ました、はい、今ね、あのこちらで、ね、はい、URL というかホームページの方を拝見させていただいております、はいはいはい、そうですね、わあ、美味しそう、はい、どんなものがございますか。はい、四季春祭の和イタリアンをお楽しみください、各種サラダ、生野菜、ボイル、ポテト、押し寿司、あ、すごい、押し寿司などもあんの。はい、そうですよ、カニとキュウリの、あ、裏巻きロールとか、そうですね、イタリアって言ってるけども、こうやって巻き寿司なんかもあってね、うんうん、だからわー、イタリアなのかもしれないね。わー、俺こういうとこ大好きよ本当にわー、ランチ時間もあって、カフェタイムもあって、はいはいはい、で、ディナーもやられてると。しかもね、その表参道っていう土地柄ね、すごいやっぱりさ、うんうん、ほら、森の中、高級感を味わえるじゃないですか、うんうん、そんなこんなと思いつつ、キノコ3種の、ま、和風マリネが500円ね、安い、ホームオリジナルポテトサラダ500円、ね、魚介のサラダ900円、これ安いですよ。これは土地柄とかいろいろね、いや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 、うん、イカ塩辛の濃厚クリームパスタ1000円、おー、安い、安い、それぐらいいけるんだ、いけますね。わー、ケーキセットもあります。わー、ケーキセット、あちゃん好きでしょ。俺も好きです。はい、チーズケーキ、季節タルト、ロールケーキ、本日のケーキプラスコーヒー、ホット、オアアイスか、はい、紅茶、うん、ホットかアイス、素晴らしい、選べちゃいますよこれ和と井のコラボですね、ね、秋野さんがおっしゃってますよ、はい、和と井のコラボですよ、まさに本当ですね。カフェ、カフェ、すごいすごい、柔らか砂肝のコンフィ、あ、砂肝なんてもあるんですね、はい、茨城産和牛のピリ辛煮とか、うわ、美味しそう、これはちょっと楽しみですよ、気になります、ね、ちょっとね、
表参道とか行かないでしょ君たちは。いや行かないですね。ですよね、僕ぐらいじゃないですか行くのは。うん、いつも何で行ってんですか。何が僕、うん、あのね、あのハマーハマ、うん、とかメンツとかメルセデスとかで行ってるよ。なんでそれ、あんまり 今初めて知ったんですけど、なんで、はい、あの言ってくれないんですか。いやいや、だってそれはさ、仕事仲間あんまりね、プライベートはちょっとあんまりなんか晒したくないじゃん。え、じゃあ誰と言ってんですか。え、誰と言ったんですか。お友達よ。なんか俺がそうやって女絡みだとか知り合いで、その勝手には乗らず。男の人ですか。男の人ですよ。男の人でもいるし、いや男もいるし女もいるし、もう何人かでね、うわーってもう本当にさ、うわーこういう悲しいことが当たってますよ、こうやって。そうそうそう、まあ、トミーさんが1ってやってる。そういうことやろ。1 1 キロさんがわーいですって。それさ、もうはい言ってるんで、僕はホームはでも初めて行きますね、僕は。そうということで、あの、はい、こちらのホームさんを、はい、今週の金曜日、はい、19時から20時の放送の方で調査させていただきます。うん、ゴールデンウィークのね、うん、お忙しい時間を、あの、ね、調査で使わせていただきますので、はい、でしっかりあの、お店の調査、今日はね、はい、ちょっとね、調子みんな悪いんかもしれへん。いやいや、全然悪くないですよ。いや、全然悪くないですよ。あんたら二人が一番悪いんやん。絡みづらいの、絡みづらいの、今日なんか、もう言ったことに対してなんか、うっ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 、みんな、もう絶対見てる人分かってくれてるやん、トミーさんも。そうよって。一回行ったら半月、飯抜きかって言ってますね。そうなります。ハローアゲイフロム、え、竜の、竜の有名さんから。有名さん。はい。ハロー、アゲイフロム、メキシコ。メキシコ、ラグジー。ラグジー。ラグジー。それはちょっと違うんじゃない。さすが隊長。金曜日楽しみだね。そうですね、金曜日楽しみですよ、はい、私たちもね、はい。ホームさん、どういうね、食材とかがね、入れてくれるんじゃない。それね、また和のイタリア。最近ね、僕ね、そういうね、メニューもそうなんですけども、うん、素材がどこの素材なのかっていうのがすごい気になりだしてね、そういうところもちょっとあの、うんうん、調査したいなと思いますね。うんうん、はい。そうですね。ポンコツです。ゴールデンウィークだからやる気ないのね。そんなこと、そんなことないですよ。そんなことないですよ、本当に。違います。元気ですよ、元気。元気100倍。ほらもうね。元気100倍。そうですよ。あの、から元気なんで。から元気なんで。なんかあったプライベートであっちゃう。じゃあ、ないよ、ないよ。ちょっとみんながちょっと相談に乗るよ。え、何ですか、皆さんが。いや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 。まあね。ほら、これから。これが調子悪いって言ってんの。ねえもんね。そう、まあね。どうしたんだろう、どうしたんだろう。これがこれがもう、ほんと もどかしい。フランスの方から。おぉ、フランス、ハロー、EUED さん、なんてお呼びしたらいいんやろ。ハロー、フロムフランス、やった、ハロー、すごいフランス語って言ったらバンジュニョみたいな感じですかね。わからん。じゃあ生放送だよ、これ。フランス語だと分かるかも分かんないじゃないですか。いいやんか、あんたら。体調に、体調不良に壁に。そうですね、あの、だからね、でもね、僕ね、いずれやりたいなと思ってて、うんうん、あ、これですか。そうそう、飲食店とかさ、バーとか、バーとかね、いろいろ、うん、いいね。これなん、もう分かりづらい、これ何、これ神社かと思った最初俺。これじゃねえ、これじゃん、これじゃん。ボンジュン、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 あーん、田中敦子、田中敦子。ま、これ英語じゃダメなんですよね。え、あれ、ボンジュール。でも多分きっと英語お話できますよ。そうです、ね、できますか、はい、うん、My name is Atsuko Tanaka. My name is Yudai Kumagawa. ボンジュール。ボンジュール。なんかアンジュールみたいな。カノジョルノね、yes. カノジョルノ。はい、ということで、もうちょっとさっきお店のね、はい、さっきあのお伝えさせていただいたんですが、うですね、うん、もう一度ちょっとしんちゃん言ってこう、はい、こうダメ、ポンコツだから、いやいやいや、ポンコツじゃない。今週の金曜日、はい、19時から20時の1時間の生放送の方で、はい、調査させていただくお店の方をご紹介いたします。じゃん、ダイニングカフェホームさん。ホームさん、おっしゃ、はい、場所住所申し上げます。東京都渋谷区神宮前 5-11-1、はい、JR 原口駅、原口、原宿JR 原宿駅明治神宮口徒歩7分でございます。めっちゃ、はい、ガンミガンミ、はい、東京メトロの方ですと表参道駅 A1 出口ですね、徒歩3分、はい、はい、明治神宮駅、
4番出口徒歩3分になっております。はい、はい、こちらの方を本日、金曜日調査させていただきますので、ぜひともこちら、はい、現場の方にね、生放送でお送りしておりますので、ぜひともお店の方にも遊びに来ていただいて、一緒に番組見ながら盛り上げながら美味しいご飯食べながら1時間お送りいたしましょう。よろしくお願いいたします。はい、アヒロさんシェイカーなら持ってますって。あ、これですか、うん、シャカシャカ。これ僕も持ってますよ、シェイカー。本当ですか。もうだってバーがあるからさ、家で。あ、そっか、うん、そうだよ。あ、そっか、作ってんの。いや、雇ってさ、バーって雇ってんの、さすがにね、かっこいい。金も金も金も昨日もマティーニで飲んできたよ。マティーニをいっぱい。マティーニ。ドーミさん、そろそろ終わろうかって。やっぱみんなおかしい本日って。どうしたんだろうね。どうしたお前だよ、お前。お前だ。いや、私はまあ、万事元気です。大丈夫かな、元気。120倍。ほら、もうそれがね、バラバラってんの。なんかさ、ちょっとさ、トレーナーにもちょっとシミがついちゃってるしさ、大丈夫これ。T シャツを着なさいよ、はい、そろそろいただいた T シャツをね、そうですね、本当にね、げんこつさんから本当怒られちゃうよ、うん、ね、なんで早く、ね、事務所に届いて、ね、もらったんでしょ、なんで早く取りに行かなかったってことよ、そもそも、ね、そもそも私は分かってますよ、うん、でもそれを言うとちょっとシュンってなるんで、うん、はい、あ、それか、それで今日調子悪いんだ。俺はそれ突っ込みすぎたか、そうかもしれない。はい、すー、本当に今日ね、せっかくね、たくさんの方に見ていただいてるのにもかかわらず、はい、ちょっとね、チャットの方がお読みできなかったのがすごく残念なんですが、うん、残念です、本当に申し訳ないです、本当に、はい、すいません、すいません。でも、金曜日の方とか、まあ、基本的にあんまりね、チャットが読めないってことは本当に珍しいので、そうです、はい、まあ、懲りずに今日ね、初めてご覧になられた方もきっと多いと思うんですが、今日の放送に懲りずに金曜日もぜひとも見てください。はい、はい、しっかり調査してるんで、そこも見ていただいて、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、はい、ということで、はい、はい、あと10分なりましたが、うん、告知の方、そうですね、行きましょうか、はい、よろしくお願いします、はい、かしこまりました、はい、はい、では我々雷調査隊からの、はい、告知というか、何告知しますはい、我々雷調査隊今年の8月をもちまして丸2周年、はい、はい、到達いたします。皆様のおかげです、どうもありがとうございます。あと3ヶ月ですよ、うん、あっという間に2年が、はい、過ぎます、年が、はい、早いな。その中で雷調査隊のグッズがいろいろ出ております、うん、雷の T シャツはじめ、あっちゃんが着てますトレーナー、まあ、季節はね、もうぼちぼち T シャツになるんですけど、はい、これ黒の T シャツ、白の T シャツ、あと、マグカップ、 iPhone ケース、いろいろございます、はい。なのでそちらの方、appsold.com appsold.com というサイトの方で検索していただけると大丈夫です、はい、今多分画面の方に出てると思いますの で、 そ、 です、ね、そちらの方をクリックしていただいて、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。 appsold.com で雷調査隊検索していただきますと、こちらのグッズの方がご購入いただけますので、ぜひともご購入いただいて、2週目3周年とどん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 飛躍してまいりたいと思いますので、はい、皆様お力の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしいですね。いいですね。今日じゃあここのお声でいきましょうか。はい、お願いします。はい、お願いします。あ、嬉しい。ユンデスさんがね、今日はなんかね、みんな調子悪いって言ってたじゃないですか、トーミーさんなんかね、うん。でもゴールデンウィークだからねってすごいフォローを入れてる。ありがとうございます。ゴールデンウィークの G は、グダグダだったのね、笑いっていうことで、あ、おー、すごい。さっきのコーナーは、あちゃん天気予報のコーナーとかいう話も出てた。そうだよね。そうですね、うん、でも今日ほらこういうメンタルだからさ、メンタル今日はできない、うん、なんだそんなんありなのどんだけ好きかって、そうですね、うん、まず T シャツですよ。そうです、うん、俺ずっと言っていくからね、しつこいよ俺。分かりましたよ、ほんとね、コーナーもねずっと言われてるんでね。そうですね、懲りる人なんかいないよって。ありがとうございます。あきひろさんモノマネを、あ、多分これしんちゃんに振ってますね。あ、そうですね、体調やろ、ね、なんか全部飛び飛び飛び
今日1時間飛び火で。じゃあ最後あっちゃんね、ちょっと取り戻すためにもモノマネをしなさい。何ですか、何のですか、皆さんに。なんかちょっとぜひツイッターでね、こうやって今書いていただいてるからね、うん、モノマネをね、やってほしいモノマネなんかをね、そうですね、いろいろちょっと募集してますので今、うん、ね、はい、その間に僕はちょっと口をしますか。はい、はい、先ほども、お伝えしました、本田さん、ね、バイクなどのその企業の、CM、ウェブ CM、彼女ルノで検索していただきますと、その CM が見れますので、ぜひ、ジョルノボーイナンバー64番だと思います、僕。うおそれでぜひ検索してみてください。本当に何だろう、これ多分目が腫れてたのかなと思って、顔がすごいパンパンだった気がする。あ、そうだったんですか。おお。で、何て言ってるんだっけ、セリフ。ね、みんなよ。ぜひ見よう。はい。はい。はい、ぜひね、みんなよって言ってますけども、ぜひ見てください。見てください。そして、もうすぐですね、5月の25日から29日まで、浅草橋の、アドリブ劇場という、蔵前ですね、浅草橋は蔵前というところにございます、アドリブ劇場にて、テンダー2という舞台に出演させていただくことが決まりました。この舞台はですね、1月にやった公演の、続編ですので、ぜひ皆さん、オカマバーの話ですね、はい、こちらも、楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん、会場に遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして3人とも、はい、アメブロ、ツイッター両方ともしております。はい、はい、おしんちょっと言ってもいい？そうですね。はい、ブログの方、アメブロさんの方でおしんの笑う角には福来たるというブログの方と、うん、ツイッターおしんスマイルでやっておりますので、もしよろしければ皆様フォローと見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、みんな体調に投票しようぜ。これ投票制なんですね。え、そうなの？何がですか？え、あのウェブ CM がってことですか？そうです。でもあれは投票ね、ちょっと恥ずかしいよね、あれ。じゃあ、せっかくそれ投票したの？そうですよ。あ、そうですね。ぜひ、じゃあ皆さん、ジョルノボーイ、ナンバー64、熊川雄大、雄大って名前なのかな、それに投票してください、ぜひ。え、投票したら何かなるんですか？どうなんですかね、みたいな。今ね、1位がね、なんか男の子だったよ、金髪の。うん、いやだ、ね、だってが待って待って、ジョルノボーイって言ってるのに女の子出てたらおかしくない？そうだね。はい、最初にぜひとも皆さん入れて、これって一人何票って、やっぱ一票って決まってるじゃないですか。ね、ユンデスさんがね、もうユンさんが入れてくれたみたいで一票。やったまあこれなんか優勝でなんかなるんですかね。これ本当顔がね、本当晴れてて、でもあれ本当申し訳ないなと思って、俺もいろいろ撮ったんですよ、はい、いろんなシチュエーションをね、シチュエーションっていうか、そのこうやってでもあれが選ばれるとはみたいな。もしかして一番あのなんかね、はにかんでね、なんかもう普段ね、雷では見れない一面をこういう個々の活動で見せれると思いますので、ぜひとも皆さんチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、どういうことナンバー6 すごい、見ていただいてるんよ。ナンバー67ですね。64だと思ってましたけど、ずっと見てたら64かなと思って。キュンをクリックするのよ。キュンをクリックするのよ。あ、じゃあキュンっていうやつが、ボタンがあって、はい、ボタンがあるんだ。キュンとしたぞってことやね。いや、見ましょう、後で。皆さん。ああ。楽しみです、すごい。あのね、顔から火が出ちゃいます。すごい、顔から火そう、キュンをクリックしてください。ナンバー6、ごめんなさい、ナンバー67でした。ナンバー67の、雄大かなんかで多分入ってますね。はい、楽しみですね。タンクトップ一枚にやってますよ。あの風呂上がりのステーションで、ちょっとボンってなっちゃって、ボンってなっちゃって、なんかちょっとね、ちょっとにやけてんだよ俺。でもそういうのにね、キュンキュンするんやろ、ね、自分で言っちゃって、はにかんで、うわー、いいですね、キュンをしましょう、みんなで。あんまでもちょっと良くなかったから、これ出てきて。あれあれ、それでそこ押してください、そこ。ダメなんです。ぜひ皆さんキュンキュンしてください。キュンをいっぱい押してくださいね。キュンドドドドドドしますね。ベンちゃんね。いいね、いいね。ということで、あと1分になりましたけども、はい、ね、ゴールデンウィーク皆さん、ね、まだあと何日？明日までかな？一般的には、いや、8日までやと。8日までか。日曜まで続く。だからあれですよ、10連勤だったら。そうやね。10連休？9だ。そうですね、会社にもよるとは思いますけども、本当にね、あの、ね、
8日までか、そういえば金曜日ちょっと行って、土曜日お休みっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、ぜひ皆さんゴールデンウィーク、はい、ね、楽しんでくださいよ。はい、私ね、どうしてもあの気象というか、はい、交通機関の方もね、だいぶ混雑予想されると思いますので、はい、あのどうぞ皆さん安全運転の方でよろしくお願いいたします。そうですね。あ、いいこと言ったね。はい、ポチってほら、トンビさんがポチってくれました。わー、お好きなキュン。雷視聴者は、うん、雄大をキュンしてね、キュン注入だよ。やった、キュン注入。それでは皆さん、そうですね、金曜日、19時から、お会いいたしましょう。はい、今日も皆さん本当にチャットがね、不具合だったりとか申し訳ございませんでした、うん、本当にすみません、はい、それではまた金曜日、19時から、ホームさんでお会いいたしましょう。雷ソトライでした。さよなら、バイバーイ。